サーキルタックは強いぜ。しかし、この B 級ラッシュを手に入れて必殺のブレイクを編み出したんだ。このヒルヒルの場面でダストリキが来た。クライタックイーケーラッシュ。よし、完璧だ。この新ブレイクタックにこなせるかな。なんだこれは。キューバが入りそうだ。いやーこの2番で何もできないよ。どうする？この邪魔なやつ。そうか、これはこう言ってこうのやつだ。こう言ってこうだ。そんな残念。負けたね。ヒリヒリだったもん。はい、負けましたね。というわけでね、はい、今日はこんな、そんな時のためにそんな時ってどんな時よ。もうツッコミどころしかないんだけど。グローブがあんなブレイク打った時にちゃんと対応できるようなショットをマスターしようと。あ、そうですね、いうわけですよ。ノーインでしたよ。ノーイン、あえてのノーイン。一回チャンスを与えるヒーローっていうのはそういうもんなんだよ。なるほど、うん、本来だったらこういくのところを戻すみたいなね。右をついて、はい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 、こっちに持ってくるやつ、いっぱい持ってくると。まあ行ってみましょうか。じゃあ、はい、何回かやればできるでしょう。そんな、もうお気に入ってますね。え、どこですか。なんか行きそうな感じありましたね。ありましたよね。あれ、なかなかまずいですね。強いんですか今も。いや、回転が少ないんじゃないですかね。回転が少ない、はい。同点的には5時ぐらいじゃないですか。今は多分5時、3時ぐらいじゃないですか。5時下ですか。はい、下つけないです。とにかくついてください。つけないですか。いや、置く場所ですか。下つけないです。あ、つけない。ここですよ、5時って。ここですよ、5時。とにかくそこついてもらえます。え、ちょっと浮かしますか。5時、まあ、まあそんな、じゃあ5時ぐらいの気持ちでいきましょうか。無事じゃないの？配置ミス。いや、これ普通に2時ぐらいに行くんです。ほう、行ってみましょうか。2時ぐらいでも行くと思います。戻ってこなきゃいけないからだいぶですよ、だいぶ。おお、できたー。できた。すごい、来ましたね。今2時、3時ぐらいですよ。2時、3時ぐらい。じゃあ1番を穴前にして、本線こんな感じ。はい、今度下つけるようにちょっと浮かしました。しかし1番は少し奥に行きました。下つぎたらどこでも行けると豪語しております、たっくん。見してもらいましょう。何今最後。なんかしたでしょ、なんかしたでしょ。してない、セーフ。今止まったと思ったのに。セーフ？いやー、下つければどうにでもなると。今ちょっと一番もっと奥の方にしてくださいよ。ちょっと今ギリギリ。もう、あ、ちょうど行きましょうよ。下つければいくらでも行けると。いくらでも行けると。今怪しかったですか。いや、いいと思いますよ。全然行けちゃう。へい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 。おお、惜しい。すいません、今もう一回期待してました。もう一回戻ってくると期待してました。いや、諦めない。これ意外と難しいですね、なんかやってみると。じゃあ意外と簡単だと思ってたわけですか。はい、2回ぐらいでちょろってできる。
僕は何でもできる男だと、これぐらい2回ぐらいでできるんじゃないかと思いましたが、意外とナイスショットですね。危ない。よし、集合だ。はい、忍法壁返しだね。壁返し、壁返し、畳返し、壁返し、壁返し、忍法壁返し、どうでした？いや、最後について思ったのが、はい、やっぱりちょっと下ついて方が、はいはい、なんだろう、その手玉の動き的に完全にこっちに戻ってきやすかった感があった。なるほどなるほど。これ回転量なのかな。あ、じゃあ4時、4時、いや、ほんと4時半ぐらいの気持ちで行ってる、行ってます。力加減もそんな強くもなく弱くもなく、うん、あれですね、あのあれだ、クッションがやっぱ下回転入ってる方がこの噛むんじゃないですか、この横だけよりも。なるほどなるほど。こうクッションに当たるのとこうなるじゃないですか。そうだね、こういや、あの伝わるかな伝わってんのかな。こうなってるから、ここに当たった時にこうクッてこうこっちに戻ってきやすいんじゃないか。回転軸の、そうです。こう、こうとかこうではなくこうだから。いやー、やはりね、東大大学院卒のこの解説もう一回いいですか、ちょっとどういう意味で。だから、はい、真横をつくとこうじゃないですか。はいはいはい、そうではなく、こうなってることによってクッションだった時にキュッてこっちに返ってくる。こうじゃなくてこうなってるからキュッてなるってわけですね。そうそうです。いやー、ね、それはでも知らない人ももしかしたらいるかもしれないんで。そうですね、そう、回転軸が結構大事ですね。 B クラスぐらいの方とか、はい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 、いやー、まあなんかここぞって時に使えそうではありますよね。そうですね、年に1回ぐらいはあるんじゃないかっていう配置は、ね、確かに、はい、あんなブレイクは食らえませんけど、ね、そうですね、まあ、ぜひ皆さんもこれはまあ安全なんでね、場外とかしないんで。まあ確かにそんな強くつかないんで、ね、はい、ぜひ練習してみてください。練習してください、はい。チャンネル登録チャレンジ、よしよし、今のだ、今のそんな豪語してる貴様に一発でクリアできるのか。さあ、これ一発でクリアできたら、まだチャンネル登録してない方々、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。いいか、今回前半が面白かったから実は見る人多いかもしれない。よし、そうですね、一発でここで成功するか、はい、一発でお願いします。頑張れタックン、10万人まであと9万人ぐらいだ。めっちゃいいわ。さよなら、高評価だけお願いします。ダンちょっと曲がるぐらいですか。ダメじゃん。難しい。難しいね。はい。